第7回全国同時地方選挙は、大韓民国における地方自治体である広域自治団体の団体長と議会議員、基礎自治団体の団体長と議会議員、17指導の教育官を全面改選するために行われる選挙で、2018年6月13日に投票が行われた。広域自治団体と基礎自治団体の団体長と議会議員、 それぞれの人気満了に伴って実施された。韓国における地方自治制度が完全復活してから7回目となる。李昭キヒロ政権、朴国ク,クネ政権の非正常を正し、不正腐敗を生産しようという、赤兵生産を進めるムンジェイン大統領の高い支持率を背景に、与党、ともに民主党が全国17カ所の広域自治体の市長選挙のうち14カ所で、 勝利するなどして圧勝した。リア・キヒロ政権、僕・クネ政権時代に与党であった、保守系野党の自由韓国党は、広域団体長選挙では、手口市長選と継承北道知事選の2カ所を除いて、全敗するなど、歴史的な大惨敗となった。民主平和党は、地盤の全羅道地域で、基礎自治体の市長選挙で5カ所勝利するにとどまった。正義党は、 広域自治体議員比例代表選挙の政党得票率で8.97%を得て、共に民主党と自由韓国党に次ぐ3位となった。広州市と全羅北道では共に民主党に次ぐ第2党となった。当選者数も4年前の地方選挙では基礎自治体議員11人だけだったが、今回の選挙では広域議員11人と基礎議員26人が当選した。 正しい未来党は、党の中心人物であるアンテシューが、ソウル市長選挙で、得票率19.5%にとどまり、当選したともに、民主党の現職市長、僕厳順にダブルスコアの大差をつけられ、さらに、2位の自由韓国党の金文明の後人を、敗して3位となり惨敗するなど、全国的に振るわなかった。共に、民主党は、二川市長選、 京畿道知事選で自由韓国党所属の現職を大差で破るなど、首都圏、全羅道、中西道、関門度の広域団体挑戦で全勝したのみならず、1990年の三党合同による民主自由党の結成以降、民主自由党とその後継政党である歴代の保守政党の強固な地盤で、1995年の地方自治制度導入以降、 一度も民主党系政党の公認候補が勝利したことがなかった継承道地域でも、釜山市長選、ウルサン市長選、継承南道知事選で自由韓国党候補を大差で破って圧勝した。釜山市とウルサン市では現職を破り、自由韓国党代表の高順尺が2017年4月まで知事を務めていた継承南道でも現職を破った。この結果を受け、 文在寅大統領は選挙後の6月18日に地域主義の政治、分裂の政治構図の中で既得権を守っていくような政治も続けることができなくなった私が政治に参加した最も大きな理由の一つについて目標を達成したと言える新しい政治を用意した国民に改めて感謝申し上げると述べた。実施された選挙は以下の通りである。広域議会選挙と 基礎議会選挙では、地域区と比例代表の投票があるため、有権者は合計7種類の投票を行うことになる。今回の選挙では、広域団体長17名、基礎団体長226名、広域議員824名、基礎議員2927名、教育館17名、チェジュ特別自治道教育委員5名を選出した。ここでは、 本地方選挙で当選者を出した政党について紹介する。出典2018年7月23日閲覧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 。出 63連合ニュース、ありがとうございます。